ポイントは骨盤ですね。骨盤とあとは背中、こう猫背になったり丸まったりしないように気をつけてください。どうですか？これ1分間あるんで、骨盤立てたまんまで、リズムに乗りながらいっちゃいますか。で、これ自体も大体この動画いいところが1分ぐらいあるんですよ。1分ぐらいあるんで、1分間しっかりとこの骨盤を立てて踊れるかっていうのが結構理想になります。この時にストレッチ感しっかり感じます。ストレッチをしっかり感じていて、で前の足のお尻ですね、お尻、太ももしっかり乗って打ってあげる。どうですか？アスリートっぽいですよね。で慣れてきたらここからよいしょ引き上げます。よいしょよいしょという感じでやっていきます。で反対側も一緒ですね。こうした方が見やすいか。こうして前足側にしっかり乗って、よっよっ。で引き上げる時のポイントなんですけども、途中こうなってたんですけども、つま先を上げてください。つま先を上げるのと、あとは軸足がこう曲がりすぎないようにしっかりコントロールしましょう。で余裕がある人はつま先立ちまで行きましょうか。もう一度いきます。しっかりストレッチして後ろの付け根伸ばしたら、一気にフッグッ、一気にこの動きです。まあ、手を支持していただいて見えるかな。でそこから足をこう開きます。で開いてこう重心を使ってストレッチかけていきます。でそこからこう腹筋と股関節の付け根、あとは上半身の力を使ってあげます。グッ、ストレッチしてよっ、上げる。でもも裏のストレッチにもなります。硬い人は多分できないですよね。という感じで横からやってみますね。それの代わりになります。コスパめちゃくちゃいいっすよね。で汚れたら洗っちゃえばいいんで、でボロボロになったらがっつり造形にしちゃうということで、実際やりますね。これやるときのポイントなんですけども、股関節がこう伸びるところまでぐっと行って起こしてきます。でこの時に腰がこう角に反りすぎない、グッとしっかり体幹をコントロールしてやってみてください。グッ、2、腰が反らないように、3、床が綺麗になりそう、4、よいしょよいしょ。ちょっとずつじゃないと戻ってこれない、悔しいって言って、なんかもう負けず嫌いで、でよいしょよいしょ、よし、ポイント、通常の腕立て姿勢では足りません。これでは全然刺激になりませんっていう方は、爆発的に押していきます。グッと押します。この状態から1、ゆっくり、2、手ついたらゆっくり、3、ゆっくり、4、ゆっくり、5、6、体幹崩れないように、8、お尻向けないように、でゆっくり、膝と膝合わせた状態、ここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、63、64、65
3、脊柱起立筋、背中の筋肉もしっかり使って、5、親指は上で肘が曲がらないように、6、パッティングでいきます。1、2、連続でやっていくことで肩がじわじわしてくるといい感じ。5回ですか、体勢合ってるかな。6、7、しゃべりながらやると前になっちゃいますね。9、10、流れで W、 1、2、背中も張ってきます。3、4、肩甲骨をしっかり動かす。5、引いてきました、 L の字。1、2、3、4、肘を引きに、5、はい、1、2、3、1、2、下で抜き切らない、2、2、3、1、2、3、ジェリー、3、2、3、1、2、3、4、2、3、1、2、3、5、2、3、1、2、膝にしっかり効かせる、6、2、3、1、プルプルしてきた、7、2、3、胸を張ったまま、1、2、3、1セット目。首をまず膝の上に置いて、置いたら肘を伸ばす。ここから地面に負荷がかかってきます。で、骨盤コントロール後傾させて、上げるときはグッ、骨盤立てる。これポイントです。めちゃくちゃグッ、2、骨盤立てるときは多少膝が外側に開いてもいいです。足が開いても、骨盤を立てるときに座骨っていて、こっちに骨があるんですけど、骨がこのマットについてくる感覚が、当たりに当たる感覚があります。